はい、どうも、ゥずィアです。はい、ええー、と、こんばんはと。ええと、昨日、ええー、と、昨日の夕方ぐらいに、あの、六時だったかな、多分。に、あの、ちいかわのね、第六弾かな、もう、も六弾になるんかな。もうね、結構、あの、最初のね、うまうまから。ええー、と、まあ、アンダーテール系の音楽に踊らせるやつ。とかを、まあ、上げまくってるので。 えーとまあ今日第6弾になるんだけど今回のやつは、まあ、そのアンダーテール系でもなくウマウマでもなくあのー、あれですねあの夜、ー、遊びの「アイドル」っていう曲まあ今人気のねえー、と推しの子のやつだったけど <laughs> ごめん何の曲かは知らないんだけどああのー、まあ、ね今よく使われてる曲なのでまあこれに乗せてあのー、最初のねあのウマウマの時も使った体操のやつなんだけどあれでねちょっと。 あのマットを作ってみましたあのー、正直 <laughs> 正直あのうまうまの時にあのー、友達から指摘されたことだったんだけどあれ倍速にした方が合うんじゃないみたいな確かにその通りなんよあのうまうまのやつの時点でそれが したたかったんだけどじゃあ他の曲も全部倍速にすればいいのかっていうと倍速だと速すぎたりあの絶妙に合ってなかったりするパターンもあるのであの必ずしも速くすればいいってものではなかったんだけど、まあ、た,ただこの曲に関しては基本的にこの方が合ううかななってていい感じなんでで倍速でやらせてもらもましたねあのよく見ればそのね曲に載せてるからちょっとずれてる部分もあのそもそもこの「アイドル」っていう曲自体があのなんか。 ちょっとへあの変則的な曲なのであのちょっとテンポが変わったりするやんかなんかねなのでまあその関係でちょっとずれてる部分も多々あるんだけど、まあ、そこを合わせるほどの俺も技量もないのであのまあというかそこのスピードを仮に合わせたところで結局合わないので多分ねその歌というか、まあうん、なのでその転調されたらさすがに合わないので、まあ、これはまあしょうがないかなっていう感じなんだけど。 まあそんな感じでえーっとなので今回のやつはまあそんな感じにしてますあの1.5倍速からにしてますねはいうーとまあそれの流れでまあ最近ねちょっとちいかわのまあねショートもあげたんよショートっていうかまあこの前のね実写の動画のやつをちょっとちいかわの話をしてる部分を切り抜いたりとかしてるのでほんでちいかわの動画を6本目も上げてるっていうこともあって今日はちょっと その流れでチーカーを考察を行こうかなと思います、はいえー、とこのサムネというか、まあ、このスクショねこれちいかわと8割があのローについて調べてるっていうか、まあ、もっと言ったらこの前に1回ローに行こうとするんだけどちいかわと8割がただ8割は店に入ろうとするんだけどチいカワがビビって入れないみたいなまあ言ったらその、まあ、ローのモチーフってラーメン二郎だと思うんだけどラーメン二郎ってなんか。 特殊なしきたりがあったりとかまあちょっといろいろややこしい部分があるや最近ちょっと炎上したりとかしてるようにちょっとそのど素人には入りにくい俺も正直入りにくいから行ったことないしね普通のガチのジローはロ郎系のさなんかそのオマージュというかインスパイア的なところは一回行ったことあるけどそのガチのとこは行ったことないのでやっぱり怖いじゃん言ったらその初めてだからまあチーカーの気持ちもまあすごいわかるよね。 でまあその一回調べようよって <laughs> 言ったらね8割の方が提案したいけどちょ,ちょっと一回練習しようじゃってなってほんでなんか、あのーまあ、例のねチャルメラチャリメラで、あのー、もやし乗せてそれっぽくしてみたりこんな感じだと思うよみたいな感じで,そんなで実際食べてみて。 で、なんかその、豚、豚、チャーシューのこと豚って呼ぶとかさ、まああの、ニンニク絡めみたいな、あの、コールね、とかを、まあ言ったら、ネットのネ、ネカフェかな多分ね、ネカフェでその調べ、この、この多分これネカフェ、なんか思いっきり壁割れてるけど、切ったね壁割れてるけど、これ言ってた多分ネカフェだと思うよね。で、これ、あのー、8割とチーカーはこれなんかパソコンで調べてるやんか。で、 この画像なんだけどまあこれ何の変哲もない画像なんだけど画像っていうかこのシーンなんだけどあの隣のえっとねまずね、まあ 本質はこれ左のモブ川って書いてあるようにその話をしたいんだけどちょっとあえて先に右の方の子に触れたいんだけど右のモブ川はさあの耳の形でもウサギにしか見えないんだよねワンチョンこれウサギがいるんじゃねえかっていうなんかそのちいかわたちが気づいてないからモブみたいになってるけどこれ実はウサギなんじゃねえかみたいなね感じがあったりとか するんだけどまあ、ただねこれは似たような答えが多々いるのでそのなんかハチ割れみたいなちょっと尖った2つの耳がある子とかもいっぱいいるしこのウサギみたいに長い耳がある子もたくさんいるのであれなんだけどでまあちいかわに似てる子もたくさんいるんだけど実際ね実際あのラジオ体操をやってたりとかあとあのアニメ版のエンディングとかそのね独り言が流れてるところでなんかみんなで聞いてるやんかあのシーンとかで。 あの、たくさんのモブカワが出てくるシーンで、そのいろんな個体がいるじゃん。いろんな耳、いろんな尻尾を持った子がいるんだけど、このね、左のモブカワ、その八割の左隣にいるね。パソコン触ってるこの子、あのー、耳の形といい、尻尾といい、完全にチーカワと一致してるよね。<laughs> あのね、確かに、この耳の形に関しては、チーカワと一致してる子っていっぱいいるんよ。あの、この形の子って、まあで、厳密に言うと、ちょっと離れてるかな、チーカワよりって思うんだけど。 あの実は結構いてそのラジオ体操踊ってるシーンでも端の方にいたりとかするんだけどあの尻尾が微妙に違ったりとかするんよねなんだけどこの子に関してはほぼ一緒だよねもうこれ兄弟とかクローンと言ってもいいよねなんかあのあの悟空とターレスぐらい似てるよね <laughs> 正直ワンチャンターレスなんじゃないかっていうねちいかわで言うとこちいかわを悟空としたところのターレスなんじゃないかっていうぐらいさ似てるよねこの子ね ま正直他の場面で出たことがないし例えばそのチーカーと実際に交流があるというかまあその本編でそのセリフが描かれたりとかその描写がされたモブカワとすれでいうと,えと例えばピンクパジャマの子あの,あの子に変身したとされているあのねピンクのパジャマ着てるあの子もチーカーに似てるけどちょっと違うよね形が微妙に。 であまあ、正直あの子に関してはあんまりそのに、まあ、似てはいるんだけどっていう感じだったと思うよ。であとはあのー、古本ちゃん、まあ、古本ちゃんも今カニちゃんになってるのであれなんだけどあの子も耳の形、まあ、似てはいるけど違ったよねちょっとはそれこそ離れてるしこの形じゃなかったよねちょっと違うよね。うん、なので であのパジャマパーティーズも似てはいるんだけど角が生えてたりとかそのリーダーあの緑のパジャマ着てるあのリーダーなんかもあの耳の形自体は違うに似てるんだけど角が真ん中にあったりとかまあつ真ん中じゃねえあの2つ角が横についてたりとかするのでであと戦犯チャンスってさあの,あの子と戦った時の別メンバー別パーティーの。 その唯一の生き残り他のメンバーは多分食われたので <laughs> あの子に食われたので他のメンバーはねだからその仲間を失ったみたいな感じでなんか一人でわーって泣いてるやつね先輩ちゃんあの子もそのまあも今その現時点では角が折れてるんだけどその戦う前のなんかティハとか言ってる時は <laughs> あの時は普通に角があるんよねで一本角だったの一本角ちゃんって呼ばれたりするんだけど って言ってその子も言ったら全然角も生えてるしその一本だし全然チーカワと違うじゃんだから今まで描写された子でチーカワに似てる個体ってほぼないんだよねああの似ててもちょっと違うんよ言ったら尻尾も違うし何だったらさっきの,あのパジャマパーティーズのリーダーも耳の形に似てるからそのまあ確かに角はあるけどそれ以外の部分似てるじゃんって言うけど尻尾も違うんよあれよく見るとあのぬいぐるみとかちっちゃい人形とか。 なのでそれを見ると尻尾全然違うよねだからその全然やっぱ違うんよだけどこの子に関してはほんまに一緒じゃない <laughs> そのま確かにさっきも言ったけど耳若干離れてるかもしれんけど形ほぼ一緒だし尻尾なんかほぼ全く一緒だしまあちょっと下にあるかなと思うけどそれでもまあ一緒でしょこれは。であの前シーサーだったかなシーサーだったか。 だったかどっちかだと思うんだけどがなんかその初登場の時かなんかのシーンの時にちいかわがまずちいかわだったかその始まりだか知らんけど誰か気づいてないとで気づいてなくてそこに並んでたからその時モブ川みたいにそのこういう影みたいな色になってたんよねで話しかけた瞬間にもうその今の姿になったから そそれこそそのまあ別にそれはそのモブから格上げしたわけじゃなくてただ単に気づいてなかっただけなんだけど言った影で気づいてなかっただけなんだけどそのカニちゃんとかでもそうじゃん言ったらもともとモブだったこの姿だったわけじゃんそれが描写されたらあの顔になってるから基本的にそのモブの子たちも大体はまあその模様とか色とか微妙に違ったりするんだけど当然ねそれこそカニちゃんなんてその頭,の頭の一部の色が違うじゃん。 あのー、よくねあれそのカチューシャの色だと勘違いされるけどあれあ違うよね頭の部分の色が違うんよそもそもカニちゃんってピンクなんよだってあの同じカチューシャをちいかわとかハチワレがつけてるシーンあったけど頭の色変わっってなかったでしょだからそのあれはその頭の模様なんよねあの色なんよカニちゃんって。でそのそうなってくると多分その他の,その今描写されてない顔が描かれてないちいかわ族たちも。 モブカはもう基本的に多分同じじ顔なんじゃなんゃいかってなんかどっかの考察のね YouTuber の人かなんかが言ってて、まあ、それはそうだろうなと思うよ。まあなんか微妙にそれこそ柄が違ったりとかっていうのはあるだろうけどその色,色とかもあるだろうしその持ってる武器とかも違うだろうけどただまあ基本的には一緒っていうのがそのか少なくとも顔に関しては一緒じゃん。なんだったらさラッコとか まあ、もちろんハチワレとかウサギもそうだけど、まあかまあ、ウサギ微妙に違うけどでもウサギも一緒でしょ基本目とかは一緒だしほっぺたのあの薄ピンクも一緒だし基本的にその顔の描写ってほぼ一緒なんよね微妙に表情とか形が微妙に違うけど、まあ、ほぼ一緒なんよでそのカニちゃんとかでもなんかちょっと歯があったりするけど顔の形とかほぼチーかわと一緒でしょだから多分その他のちいかわ族も同じ顔なんよね ね、描写されてないだけでだからこの隣にその左隣のこのちいかわ族も多分ねちいかわと同じ顔してるよ。だからその多分この隣にいる子はほぼちいかわないよね。 あの多分横に並んだら区別がつかないまあこのもしかしたらもともとこの色なのかもしれんよそれはちょっと薄緑の色なのかもしれないからその薄緑で区別がつくのかもしれないけどその顔と形だけで言うならほんまに多分区別つかないと思うーカかわと多分同じこの子拾ってきてちいかわも拾ってきて横に並べてどっちがちいかわでしょうって言われたら多分区別つかないと思うよ。うん、だから まあなんかね多分そういう感じなんだろうなってそのモブの子たちも実はそういう顔なんだろうねでまあ描写してないだけでみたいな。でなんかあの辺のこだわりって何かねあるらしいよなんか実際そのカニちゃんの顔が描かれた時ももともと古本ちゃんだったのがカニちゃんになった時もなんか「いや顔描く必要ねえだろ」っていう声も結構あったりとかその「いや その古本ちゃんの時点でその個性があったのになんでわざわざ顔描いたのみたいなことを言う輩もいたりとかしたのでまあ逆にそのモブからその格上げしたことによってあ,あこの子生き残るんだなって思った人も中にはいるんだろうけどまあまあまあどっちとも言えるんだけどさでもまあ実際そういう声もあったりするようにそのモブはモブでいるっていうイメージがあってその正直カニちゃんって唯一のキャラじゃんそのモブからカワチイカワ族から。 そのな名前ありネームドのキャラに格上げされたのって多分唯一のキャラなんよね今のところはね、まあ、今後もまだ出てくるのそれこそ「パジャマパーティーズ」の緑とかが描かれるかもしれないけど、まあ、今のところはねそうなんよねだからその辺を多分そのそれこそあのミッフィーとかみたいな感じなんだと思うミッフィーってその前,前にネキちゃんとかも言ってたけどなんかトリビアかなんかで言ったから昔な何で言ってたんか忘れたけど あの表情がないように作ってあるんよねまあ言ったらその想像その見る人が想像できるように表情がない,笑顔,にもない笑顔にも見えるし怒ってるようにも見えるしただただ無表情にも見えるみたいなまあ実際無表情なんだけどその見る人が想像できるように口罰になってああいう表情なんよね言ったら。 で、まあ、それと一緒でその見る人が想像できるようにしてあるっていう説もあるよ実際だからそのモブというか、まあ、そのモブ川の地位川族の顔が描かれてないっていうのはそもそもさモブでも顔は描かれてることが多いじゃんあのまあ例えばコナンのさ犯人でさえ顔描かれてるじゃん <laughs> 言ったら目とか口とかあるじゃんだけど そまあ、もちろんシルエットで真っ黒だけど目とか口あるでしょな,なのにそのちいかわ族はシルエットはちゃんとちいかわ族なのに、あのー、目がない口もない鼻もないみたいな感じでしょだからまあ多分涙流してる時があるからそこからそれが目なんだろうなとは思うけどただその何もないとこから涙流れてるでしょ基本的に <laughs> だから顔が描かれてないからどんな表情をしてるのかは想像にお任せしますみたいな感じだよ言ったら。 まあもちろんその作者の労力のっていう部分もあると思うよ全部書いたらきりないから、まあ、だって何十体もいるのに全部書いたらしょうがないじゃん。だけどまあただその描写としてそのチーカワとかそのまあ言ったらちいかトリオその3人がね知らない子だからそのせまあ知らない子って言い出すと今度はパジャマパーティーズとかあのピンクパジャマがちょっとややこしくなるんだけど知ってるじゃんあいつらはってなるんだけど。 ただまあその基本的には知らない子だからモブでその,関係その物語に関わらないからその描写されてないっていうただまあその喋ったりすることはあるのでそのどういう顔してるんだろうってみんなに想像できるようにしてあるといえばそうなんよね多分だからなんか,かそ,のそれこそカニちゃんになった時にその想像と違ったやつが文句を言ってるんじゃないかな多分本当はこうだろうと思ってたんじゃないもっとこんな感じじゃないのかって思ってたのが。 ちょっっと違ったんだろうねイメージまあイメージっていうか正直チーカわとほぼ一緒だからねイメージもクソもないんだけどまあそのカニのカチューシャとかうんぬんかんぬんがちょっとあるのかもしれないけどねはいまあねそんな感じですねまあでもねほんまにこの左のオブチーカワはちいかわのうり2つなんで この子をなんか二次創作してほしいよね顔描いてこの子このキャラなんかそれこそターレスみたいにさ <laughs> なんか戦ってほしいよねなんか最終的になんかキメラ化するとかなんかでみたいな感じでなんかそういう描写もあっても面白いかなと思ったりするんだけどねはいまあそんな感じでね今日はちょっとちいかわの考察をなんかベラベラ語ってみましたはいロズティアでしたバーバイ